関東地方東京都稲城市広用台、広用台の町開きに際して、公団の現地案内所として建設された広用台、ファインフォーラム、広用台の公園通りと城山公園ファインタワー、電線地中化や外交緑化の地区計画が適用された小建て住宅街広用台は、東京都稲城市の町名。現行行政地名は、広用台1丁目から6丁目。 面積は0.94平方キロメートル。郵便番号は206-0803。稲城市の北部に位置する。紅葉台は、多摩ニュータウン、稲城エリアの中でも、最初に町開きをした町である。それだけに、町並みの景観、通りを彩る、街路樹、池垣の緑などもしっかりと落ち着いた佇まいが感じられるように、作られている。 この町を特徴づけているのが、丘陵という地形から生まれた都市景観。丘を背景として、地形の流れに沿うように、こう、銃、低層の住宅群が描き出す美しさは、平成7年度の都市景観大賞を受賞していることでも証明されている。城山公園には、町のシンボルの展望台ファインタワーがあり、大規模な中央図書館、城山体験学習館、野草園、 自然林散策路やバスケットゴールやテニスコートが完備されている。給料を生かした紅葉台の上山橋からは、府中の街並みや競馬場の花火大会を一望できるようになっており、くじら橋からは東京タワーや六本木ヒルズが一望できる。中央公園には野球場と総合グラウンドがあり、隣には市民が利用できるスポーツジムを完備した総合体育館がある。 全域が、多摩ニュータウンの第一住区に属し、小建て住宅と集合住宅の両方が配置された、ニュータウン内でも、新しい町となっている。3丁目に、私立工業大小学校、私立第五中学校、キラボシ銀行稲城工業大支店、4丁目に、稲城中央公園、城山公園、野球場、稲城市立中央図書館、6丁目に、城山小学校がある。 東、北は大丸、西、南は百村と接している。南玉尾根幹線道路がある。住宅地の地下は、2017年1月1日の工事地下によれば、紅葉台1丁目6番6の地点で20万3000円、平方メートルとなっている。以前は百村の一部であった。玉ニュータウンの開発によって、紅葉台が分離し、現在は尾根幹線道路の北側が、 公用台、南側が百村となっている。かつては、現在の尾根幹線道路の部分に、縦八川という川が流れており、この川を谷底として、縦谷戸と呼ばれる巨大な谷戸が、南西から北東方向にかけてあったが、現在は、その大部分が埋められ、森土によって造成されており、武蔵野南線のトンネル付近にのみ、その名残を見ることができる。当初は、当地域は、 多摩ニュータウン計画には含まれていなかったが、稲城村がこの構想に反発し、稲城村域にも新住宅市街地開発事業区域を拡張するよう要請し、多摩ニュータウン計画に組み込まれた。しかし、宅地造成後の雨水の処理方法に苦慮し、工事着手までに16年を要することとなった。町開きは1988年で、1995年には、 国土交通省選定の都市景観100選に選ばれている。また、2006年には地域内にある城山公園に稲城市立中央図書館が開館した。2007年には紅葉台6丁目に天然温泉施設が開業している。京王相模原線を使用する場合は、徒歩、バスで稲城駅、またはバスで若葉台駅を利用するのが一般的である。また、 JR 南部線の場合は、南多摩駅、稲城長沼駅が利用しやすい範囲にある。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。公団と英民館、ありがとうございます。